なんか最後の力を振り絞った敵の卵を産みつけたんですよね。もう一点、うんち。今かき集めたんだけど、うんちね、これ見えるかな、うんち緑なのね。今までこんなことなかった。寿命が近いのかもしれないね。いっぱい卵を見つけて。ここにもある。何個産んだんだろうね、この子ね。さっき遊んでたらでも手が噛みついてかじってきたんだよな。餌与えてみっか。冬のカマキリ成長日記。食べっかな。もうこの子の場合は食事の一回一回が最後の食事かもしれないって思って与えてんだよな。一週間ぶりの食事か。今見ました、コバエを捕まえたぞ。目がいいぞ。しかも釜の素振りが早かったね。現役バリバリだ。早い。あ、早いね。今見ました、早かったね。早かった。現役バリバリだね、この子。今日は薄葉カマキリ、さっき水あげてたら薄葉カマキリ15匹いたのがちょっと数が減ったんだよね。おそらくトモ食いが2件ぐらい起きてるかなと思います。トモ食いが3件ぐらい発生した可能性はあります。先週からケースを大きくしよう大きくしようと思ってて、今日はちょっと薄葉カマキリのケースをサイズアップしたいと思います。薄葉さん、ちょっとトモ食いが発生したんだよな。ものすげえいっぱい小葉入れといた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12匹、15匹はいたんだよな。あ、やられてますね。これもそうだね。ってことでどんどんもうものすごい凶暴化していくんで、あの状態だと1週間で半分になっちゃう。1日 1,2 匹ずつ減っちゃう感じですね。あの場合は食料不足のトモ食いじゃなくて、あの事故のトモ食いですね。一言で言うと過密ですね。勝ったのが楽だ。5,6,7,8,9,10,11匹ですね。出てきちゃう、出ちゃダメ。画面の右から光が集まってきて、その明るい方に行ってるね、みんな。ほら、ね、出ちゃダメだ。マッキリはこんな感じで、ツバクマッキリは光が好きなんだよ。今日は薄葉カマキリの話をしながらケースを入れ替えてみました。タッチの差で遅れちゃった子、それから昨日まで生きてた子、3匹ぐらいトモ食い発生しました。
五連になるとこういう風にトモ食いはほんと激しくなる。ウスバカマキリはほんとそれがね、あの急なんだよね。トモ食いなんか全然しなくておとなしく暮らしてるんだけど、4例5例ぐらいになってくると急にトモ食いしますね。凶暴性がすごい増す印象です。単独飼育が一番いいんだけど、ケースの空き状況を加味しつつ、買っていこうかな。これであと1ヶ月はいけるかな。